喉の違和感で自分が通ってる大学附属病院に行ったら診察してくれた先生の授業を前受けたことがあった。僕医学生と言おうかと思ったが知識聞かれそうでやめた。どうもトシです。お初にお目にかかります。あ、ちょっと BGM 止めますね。すいません、お初にお目にかかります。TikTok の方から見てくださってる方がたくさんいるかなと思いますので、ちょっと改めて自己紹介も兼ねていろいろ喋りたいなと思います。その前に今のお話なんですけども、あの実際の話でして、僕が病院に行ったらね、あ、見たことある先生だなと思って、医学生である先生の授業を受けたことあるって言おうと思ったんですが、まあ、なんかね墓穴掘っちゃうかなみたいなあのね、ちょっとあんまり覚えてない知識とかだったらね申し訳ないのでやめてしまったというお話です。まあ、実際あの医学部の授業って先生が、例えば30分前まで手術してた先生がもう授業に来てくださったりとか、あと逆にね、さっきまで本当10分前まであの患者さんと診察してた患者さんと診察をしてた先生が来てくださったりするので、まあ、そういうの結構あるんですよねっていうお話です。はい、ということで、僕現役医学生のトッシーです。改めまして、この YouTube では何やっていこうかなと思ったんですが、まあ TikTok とあんま変わらずにですね、医学部ってどんなとこなのかとか、病気の豆知識とか、あと受験勉強どんぐらい勉強しましたかとか、まあ、勉強方法とか悩みとか、そういうのにお答えしていけたらなっていうふうには思っております。ということで、今日はもう一個言いたいことがあるんですけども、あの YouTube はいずれやろうと思ってたんですよ。今 TikTok のフォロワーさんがありがたいことに6万9000ぐらい、フォローしていただいていまして、なんですが、もうちょっと先でいいかなって思ってたんですよ。ただ、まあ、昨日があれですよね、トランプさんがね、ちょっとなくすとかね、トランプさんというかアメリカが言い出したので、まあ、ちょっと慌てて今日の朝始めることを決めたので、今日の編集がちょっと荒いです。字幕もないかもしれない、あと画質も悪い、ご了承ください。すいません、あの今日の動画だけでチャンネル解除はしないでくださいね。またちょっといろいろ考えてやりますので。ということで、今日は質問を答えていきたいと思います。じゃあいきます。質問1問目、大学はどこに通われてるんですか。あ、ちょっとまだこれ非公開にしてるんですけども、都会ではないです。はい、都会の医学部の方が頭はいいんですが都会ではないですね。トッシーさんは医学部ではないんですか。医学部ですこんだけね TikTok とかいろいろね医学ネタ言って、医学部あるある言って、医学部じゃなかったらもうちょっと捕まっちゃうかもしれないですね。医学部ですよ。医学部のテキストどんぐらいするんですか。あ、いや、僕が持ってる中で一番高いのは2万かな。消費税込みでもうちょっと上がるぐらいですが、多分もっと高いやつあると思います。3万とか4万のやつも持ってる人がいると思います。質問です。がんは遺伝になるんですか。あ、がんは遺伝でなるんですか。なりますね。あの遺伝でなるがんもあれば、全く別に突発的になるがんもあるので、もうな、遺伝でなりますね。あのアンジェリーナ・ジョリーさん、ご存知ですかね。アンジェリーナ・ジョリーさんってあれですよね、あの家族性遺伝性の乳がんっていうことが分かってたので、家計的にあのがんになる前にもう乳房の切除手術をされましたよね。まあ、そういうこともまあありますね、やっぱり。はい、 DM 失礼します。数学は暗記科目だという方がいらっしゃいますが、本当にそうですか。あ、僕個人の意見を言えばそうだと思います。ただその丸暗記じゃなくて、やり方と理論を丸暗記すると、例えば問題が出た時に、あのパターンがあったからこうやって解けばいいかもなとか、こういう問題来たらこうすることが多いなっていうのを、選択肢が、ね、増えるので、そういう意味でそういうのを暗記していくといいかなとは思います。僕は3歳から医者になりたかったです。お、すごいな。3歳。中学の頃1日どんぐらい勉強されてましたか。中学の時は、中3の夏まではあんまり、正直あんまというか、あのテスト前は勉強しましたけど、それ以外はあんまでしたね。ただ、中3の夏からは高校受験があったので、結構もう平日4時間、休日8時間ぐらいは勉強してました。はい、ニキビの治し方を教えてください。僕もね、ここニキビひどいんですけども、まあ一番は体質なんですが、まあ次に考えられるのは、ここに接触するもの、布団とか汚いタオルとか、まあ、そういうのをできるだけ避けることですね。
まあ、マスクもね、まあ、今はしょうがないんですけどね、できるだけ避けるのを、接触は避けた方がいいですね。だから汚いタオルとかはちょっと気をつけてください。まあ、あとは亜鉛とかね、そういう栄養をちゃんと取ることが必要かなと思います。次は、いつインスタライブしますか？まあ、昨日したので、どうしようかな。まあ、週末かな。まあ、木、金、土、日のどれかにしろと。広いね、幅が。まあ、でもちょっとまだ決めてないんですけど、まあ、週末にするとは思います。最後、メダカと泣きながら会話してそう。すいません、そんな顔で、はい、申し訳ないです。という感じで、まあ、今日はこんぐらいの米返しというか質問にしようかな。また質問返しのコーナーの動画も作るので、もしよかったら見てください。すいません、今日こんな荒い動画になってしまいましたが、一発目なのでちょっとお許しをいただけたらと思いますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。としでした。